どうも、セイラです。今回の動画では、知らぬ間に人からの評価を下げてしまうものについて解説していきます。人からいきなり避けられ始めてしまったり、人となかなか仲良くなれないのって必ず原因があるんですよね。でも原因があるっていうことはつまり、それを突き止めて改善すれば状況は好転していくっていうわけなんですよ。なので要は、原因を知り対処するっていう選択を取れば、問題っておのずと解決していくわけなんですよね。実際僕は今回の内容を以前全く意識できていなかったので、そのせいで人とうまく付き合えなかったりとか、人と仲良くなれなかったんですよね。でも今ではあることを全力で意識して、っていうか今はもう意識しなくても自然とできるようになったんですけど、そのおかげで人と仲良くなるのがすごく早くなったし、周りから評価してもらえるっていうことも、可愛がってもらえるっていうことも増えたんですよね。なので今回の動画では、そのとある大事なこととともに、それがなぜ大事なのか、人はどんな心理を持っているのかっていう部分にも具体的に解説していこうかなというふうに思います。一応、過去の動画で、そこそこ好かれる人とものすごく好かれる人の間にある違いって何なのかって部分を話しているものがありますので、よかったらそちらもね、合わせてみておいてもらえたらなというふうに思います。動画説明欄でね、詳しく書いていますので、ぜひ見てみてください。今までね、自分がこれをすれば好かれるって思ったことがね、ひっくり返る内容じゃないかなっていうふうに思いますのでね、ぜひ自分の常識をぶっ壊すのに使っていただけたらなというふうに思います。ということで、内容に入っていきましょう。まず、人が人を嫌ったり、こいつしょうもないやつだなって思うまでのプロセスをさらっと話していこうかなというふうに思います。まず、人が他人を嫌いになったりするときって、根本的な理由はほぼほぼ一つに集約されるんですよ。じゃあその理由って何なのかっていうと、リスクを感じてたとき、ですね。人はリスクを嫌います。当たり前ですよね。誰だってナイフを持った大男からは逃げたいって思うものだし、自分のことを怒鳴り散らしてくる上司からはなるべく距離を置きたいと思うのが人間なんですよ。そこにあえてチャレンジして自らを高めていくってこともすごく大事なことではあるんですけれども、ナイフを持った大男に立ち向かっていくのはちょっとリスクだけども、その上司がね、苦手な上司がいるとかだったらすごいね、そこにチャレンジしていくって大事なことではあったりするんですけど、ここでは少しね、それで話がずれてしまうので、また他の機会にね、話そうと思います。とにかく、人は本能的に変なもの、リスクあるものからは遠ざかりたいって思うものなんですよ。ね、リスクと言っても、物理的なリスクとか、立場的なリスクとかもいろいろあるわけですから、一概にこれとは言えないんですけど、人間関係において身近で感じるリスクっていうのは、大体一つなんですよ。あなたも必ずこのリスクは感じたことがあると思うし、絶対に避けたいって思ってることだと思います。なんだかわかりますか？実はこれ、存在を否定されることなんですよ。僕らの中には承認欲求というものがありますが、承認欲求っていわば私の存在を認めてっていう欲求なんですよ。私って生きてていいんだよね。私って人から大事にされてるよね。それを確認したいからこそ褒められたり認められたりしたいわけなんですよね。自分の存在が証明されないと人はどんどんその場を、その人を不快な空間として認知していくんですよ。ちなみに、かまってちゃんっているじゃないですか。で、かまってちゃんっていう、ああいうのってまさに存在証明っていうものを求めててちょっかいを出してる人たちなんですよね。相手にしてもらう、認めてもらうことで、自分はみんなから気にかけられている、みんなに見てもらえてるっていう風に安心するわけなんですよ。で、かまってちゃんって聞くと、自分を見てほしい人たちみたいなイメージってあると思うんですけど、実は見てほしいっていうよりは、見られないことに過度の恐怖心を持っている人たちっていう、そういった感じなんですよね。で、こういう人たちも、僕たちも同じ、根本にあるものは同じ欲求で、要は、人っていうのは、自分の存在を認められたいものなんだっていうことなんですよね。でも、嫌われたり、他人から評価が低い人っていうのは、これができないんですよ。存在を認めてあげるっていうことができないんですね。むしろ、相手の存在を無意識のうちに否定してしまって、相手に、この人といるのはリスクだっていうふうに思わせてしまっているわけです。しかもこれって別に、否定するような発言をしているかどうかで判断できることではなくて、知らぬ間に否定しているってことがかなり多いんですね。大体、知らぬ間に嫌われていく人って、このパターンですよ。人は誰しもが主観で生きてるわけですから、自分はそんなつもりじゃなかったとかは通用しないんですね。ちょっと面倒なんですけど、それも含めて人間ですし、自分も同じなわけですから、仕方ないわけですよ。だから、人は別に相手が悪意を持っていなくても、自分がその言葉や態度に対して存在を否定されたっていうふうに感じたら、それはもう不快な出来事っていうことなんですね。脳内では不快な体験をしたっていう風に認識してしまうんです。どんどんその人へのイメージがマイナスになっていくわけですね。じゃあ、具体的に人はどんなことをされた時に自分の存在を否定されたと感じるのでしょうか。別に攻撃をされたわけでもなく、嫌味を言われたわけでもないのに、存在を否定されたと感じるとあること。これ実は、無視なんですよね。無反応でもイコールです。これなんですよ。人は誰かに無視をされたりとか、いないも同然の扱いを受けた時に、これ以上ないほどの不快感を感じるんですよね。で、この無視ってものは別に本人が無視をしたと自覚していなくても成立するものなんですよ。で、人からの評価を下げてしまっている人ってほぼほぼ無意識に無視をしてしまっているって場合が多いんですね。具体的にどんな状況を指すかっていうと、例えば挨拶に対しての反応が悪いとか、挨拶をしっかり返せてないとかね、リアクションが薄いとか、話を聞いてるけど無表情とかね、会話中に何かをする、例えばスマホをいじるとか、パビングって言ったりしますけど、そういったものをするとかね、こういったものです。こういうのは本当にやめた方がいいんですよ。とにかく日常で相手をないがしろにするような不適切な態度をとってしまっていないかっていうのは今後かなり意識を向けた方がいいと思うんですね。そういうふうに人って無意識のうちに相手の存在を、否定するようなことをやってしまっているので。で、具体的にね、どういうところに意識を向ければ相手を不快から快に変えていけるのっていう新たなこの習慣を取り入れるっていう方法については僕の LINE コラムの方で詳しく解説していますので、そちらを読んでね、日々の意識を切り替えてみてほしいなというふうに思います。動画説明欄のプレゼント受け取りから無料で登録可能なので、ぜひそちらで読んでみてほしいなっていうふうに思うんですけど、とにかくですね、そういうふうな自分が普段から相手をないがしろにするようなことをしてしまっていないかっていうところには意識を向けた方がいいよっていうことなんですよね。ということでですね、今回は評価を落としてしまう人の特徴っていうのを解説していきました。人は存在を否定されるのが嫌で、否定されたと感じるときは、無視をされたときっていうお話でしたね。そのためにも日々無意識的に挨拶に対しての反応が悪くなっていないか、挨拶をしっかり返していないかどうかとか、リアクションが薄くなっていないかとか、話を聞いてるけど無表情になってしまっていないかとか、会話中に何かしてしまっていないか、スマホとかいじっちゃっていないかとか、そういうところにね、しっかりと意識を向けていただけたらなというふうに思います。必ずね、あ、自分やっちゃってたわってことあると思いますし、あ、自分が思っているほどリアクションを取れていなかったんだなとか、反応悪かったんだなっていうのも、見えてきたりすると思いますので、ぜひそこにね、意識を向けてあげてほしいなというふうに思います。ということでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。